カール・フォン・シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク。グリックスブルクは、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・グリックスブルク公。デンマーク5名は、カールアスレース・ビヒ・ホルステンセナーボー・フリックスボー。デンマーク王クリスチャン9世の長兄にあたる。グリックスブルク公フリードリヒ・ビルヘルムとその妻の、ヘッセン・カッセル・公女ルイーゼ・カロリーネの長男として、ゴットルフ城で生まれる。1831年に、 フレゼリク6世から、オレンボー不評連帯の隊位に認じられ、その3週間後の父の死に伴って、シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルクグリックスブルク、公爵位を相続した。1838年5月19日、コッペンハーゲンのアマリエンボー宮殿で重視の、デンマー公女ビルヘルミーネ・マリーエと結婚した。ビルヘルミーネ・マリーエは最重刑のフレゼリク王子と離婚しており、 カールとは再婚であった。第一次シュレースビヒ戦争の際、カールはドイツ連邦側に組みしたため、デンマーク王室との関係が悪化した。戦争勃発時はキールに居住していたが、すぐにドレスデンに移った。1852年にデンマーク王室と和解した後はデンマークに戻り、夏はルイーゼンルンと冬はグリックスブルク城に居住した。 ビルヘルミーネとの間に子供はなく、1878年にルイーゼンドントで死去した。死後は、自邸のフリードリヒが後を継いだ。ありがとうございます。